実際にロシアのスパイ、スパイっていうのはどういうことをしてるかっていうと、プーチンのピースサインは、生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。これ何これ、銃を入れてる。あら、後ろに、あ、後ろ見てる、後ろ後ろ、後ろもなんか銃入れる感じになってる。ほら、パンツ見えてんだよこれ。あ、嘘。あれやね、結構レース系でした。あまあそれは置いといて、あんたがね、なんかたまにこの服装してくるやんか。そしたらもうみんなコメントいつも、うわ、スパイやみたいな。そこに銃を忍ばせて、そう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 、ミラジョボビッチみたいな。ありがとう、褒めてくれるの。ミラジョボビッチってロシア人やからな。そうだよね、ウクライナの人やったっけ、わからん。でもなんかあの辺でもロシアもうロシア人、なんでもロシア人にしてまうから。まあ一緒やからな、実際はほんまに。まあでもロシアって結構ほらスパイのイメージ強いやん。あとほら最近のニュース見た？もう見た、もう映画みたい。映画みたいだった。もうなんか信じがたい感じで、まあ、今回は日本で実際にあったっていうので、よりみんな身近になってすごいニュースになったけど、あのソフトバンクのね関係者の方がね、あのロシアのね、あの通商関係者やね、あの そこから、ね、そこの人からまあそそのかされて、部長やったねんで、ソフトバンクの関係なんで部長が小遣い欲しいとかなの。そう、しかも一つの情報あたりなんか数万円なのよ。2、3万ぐらいやったって言ってたわ。まあでもな、俺なんとなく想像できんねん、ロシア人とお酒入った時のさ、よいしょうまいやろ。あ、そのロシア人に、よいしょうまいやろ、多分それや。まあ今回これすごい話題になったけど、正直まあ私からすると、今回はすっごいあまりにも分かりやすい事例やったからこうやって問題になってるけど、実際ロシアのスパイいると思う？日本に。え？何人かでしょ？え？数人？10人？とかじゃないと思う、多分。かなりの規模でおると思う。何百人？何百人もいるの？いや、全然いると思う。じゃあ最悪、もうほぼほぼなんか疑われてるってこと？いや、あのね、めちゃくちゃ多いと思うよ。え、じゃあ私、なんか結構スパイなんじゃないのっていうのは、あの、半分本気で言われてるってこと？うん。ある。マジで？ある。マジで？めっちゃ多分日本におると思うねんけど、実際の今のスパイっていうのは実はもっと違う。でイメージがさ、そのスパイってなんか映画のイメージがすごい強くて、うん、そのなんか例えば、まあ、日本でスパイやってるんだとしたら、うん、国家秘密を、そう、もうなんかわかんない戦闘機のなんか秘密を漏らすとか取るとか、なんかそういう感じのイメージなんだけど、違います。今回ソフトバンクって出てどういうこと？みんなが思っているようなスパイは、いないと思う。そういうのではなくて、全然これみんながスパイの実態を分かってないからスパイになってんねんけど、全然実態が違います。スパイっていうのはどういうことをしてるかっていうと、一番多いパターンはとにかくめちゃくちゃ日本語を学んで、まず日本に普通に住みます。ちょっと待って、やめて、当てはまるやん。当てはまんねんやめて何をやってるかっていうと、とにかくあらゆる新聞、テレビ、あの、まあ、ネットニュースも含め、もう日本で報道されているニュースをくまなくチェックするねん。その中で、あ、これは今ロシアに言うような情報だなっていうのをまとめて提出をするっていうのが、今のところ多分一番多いスパイの手法。分析するってこと？分析をしている。例えばよ、安倍総理が今日はどこに行った、うん、ここの新聞ではこう報じてる、うん、で翌日違うね新聞では安倍総理がどこに行ったと報じてる、うん、テレビではこの時間帯にはどこにいたっていうのを報じてる。そういったものをズワーって組み合わせると、安倍総理が今どこでどんな会談をしてるんかっていうのがある程度流れとして見えてくるわけよ。でそこから
前にこの首相と会談をして、そこからここの首相と会談して、ここのここのここに行ってここをやってっていうことは、今日はおそらくここでこの話し合い取り決めが行われるんじゃないかっていう予想を立てて、今日は安倍総理は多分ここに行ってこういう話し合いをしますよっていう情報をロシアに投げる。あー、ロシアに流出としてっていうこと。そうだから、しっかりと隠された情報じゃなくて公開されてある情報っていうのを見てるパターンが一番多いと思うね。本当やん。私じゃないけど。また賢いやん。いや日本語喋れるし、あのなんか新聞本読みまくってなんか分析。例えばね、キャリアの携帯の会社にもそれこそ勤めて、である程度の地位まで行って。で、まあ、社内の顧客情報にアクセスをして、まあ、なんか社内 の, その住所がどこだとかそういうのも全部そこにあるわけよ、まあ、だからそういうのにを取るためにそういう会社に就職をわざわざ普通にしてっていう人もいる。え、もう命っていうか人生をかけて、あのただ情報を取るために自分の何年間を、そうそうそう、無駄にするっていうこと。そうそうそう、無駄やん、うちからしたら。まあでももちろんそれだけ日本語を学んでっていうことが、もちろん日本にはすごく興味のある方とかではあるから、あ、まあ、それはそれで楽しい職業なんじゃない。でしかも日本って、あの処罰されないのよね、スパイをやったと言って。別に、え、そうなの、うん、特に日本はそのスパイをしたから処罰する。今回のスパイの人も、あの、まあ、今回はその外交官特権って言って、外交官って日本では逮捕されへんから、あ、そうなん、外交官やからもう俺は帰るって言って帰って行っちゃったけども、うん、ってことは外交官がそういうスパイ的な行為をやった場合は何を、どういう罰せられ方があるの。ないのよ。ないの。罰せられない。だから帰ったじゃない、普通に日本の成田空港から帰って行ったの、普通に。でも帰りますみたいな。帰りますって。そう、そういう感じだから日本はね、比較的スパイっていうのはすごくやりやすい。でしかもこれは別にロシアに限らず、アメリカもそうだし、中国もそうだし、いろんな国が日本に、でもちろんロシアにもアメリカだ中国だのスパイはいっぱいいる、アメリカにもいっぱいいる。だからよくスパイを捕まえ合ってこう交換をするみたいなことはよく行われてること。捕まえ合って交換するっていうのが本当になんか不思議でしょう。なんか交換するっていうことは、じゃあ日本ではスパイを逮捕できないけど、じゃあロシアとアメリカとかだったらスパイを見つけた場合は拷問とかっていうイメージなんだけど、なんかお前情報をハゲみたいなじゃないの。まあ物によってはあるかもね。スパイを見分けるのってすごい難しいけど、でも、まあ、見分ける方法っていうのが何個かあるんやけども。あ、見分ける方法は知りたい。そう、まあそれは全部と当てはまらへんで、もちろん、うん、まず1個目が、1個目、お店とか来たらつい全部見渡す。あ、見渡すの。つい全部チェックする、もう癖で。え、癖なんや。あの、どういうことが今なってるかみたいな、うん、なんかこう、そう、まず入って見渡すと。そう、それをもう絶対毎回やるやつとかはちょっと怪しいかも。で、あとは2、数年おきに必ず引っ越しをしている。あ、数年おきに。同じね、場所に留まるのをね、あんまり良しとされてないらしいのよ。これもなんか難しくない？なんかその結構普通の人も、あの結構引っ越ししたりするから。日本は特にね、引っ越し文化があるから、うん、もうすぐ引っ越せやん、隣の人とかも。だから特に分かりにくいねんけど、うん、ロシアとかってなんか一個の場所で住んでたらもうなんか 2,30 年ぐらいずっと住んでたりするやん。そうあんまり引っ越さんくない？そう、でも日本は引っ越すから、そこもまた紛れ込みやすいよね。ああ、一瞬もううちも引っ越しただけやねんけどみたいな。そう、であとは3、時間の制約がない仕事をしている。あとは肩書きが多い、自営業。いや、それ違う。私はモデルとかコラムニストでしょ。そこはまた違うけど、結構変わってるくね。なんかね、なんかいっぱい肩書きがあることが多い。やっぱいろんな人と話すから、その人に合わせた肩書きを出すことがあるから、間違ってこう名刺とかを交換をもう一回したりとかすると、あれ肩書きまた変わったなみたいな、それがよく
あるとスパイだと言われることがたまにあるかな。まああとは結構ねもうヤバめのスパイにあることやと思うねんけど、ヤバめのスパイ、じゃあ4、まっすぐ歩けない、まっすぐ歩けない、それはなんで、まっすぐ歩けない、なんかね訓練で撃たれないように歩く練習っていうのがあるのよ。あ、要は遠くからこう狙われてる時に狙いにくい歩き方、要は予想ができない動きをしながら歩く訓練っていうのがあって、それを受けてるとちょっとこうなんか常にこうなんかしかも不規則に動くっていう動きをよく、まあむちょっとだけやね、ほんのちょっとやけど、まあでも確かに狙いにくいよね。そうそうそう、それはなんか狙いを定めてちょっとなんか間があってバンって打たれることを、そうそうそう、こうそういう訓練があるの。なるほど。また日本に住んでる人はもしかしたらあんまり、日本ってそもそもこれがないから、まあなんか海外受けてないかも分からへんけど、あっても海外とかに行くスパイは必ずその訓練を受けてるらしい。なんで私そんな知ってんのやろ。いやなんか怪しい、まあ、違うか、でも怪しいよ、それはないやろ。俺だってこんなん 俺やってたらさ、こんな動画出すわけないやん。いやそれも絶対出さへんやん。なんやろそれ、計算してこげやろ。なんでやねんそんなパンティー出して。いやそんな話そらすんじゃねえよ怪しい。もうなんかロシア人目変わるよこれ。みんないや歩いてへんのかな、いやこの人新聞読んでんのかな、そういうものに多分まあ、なるかな。でも私個人の見解よ、多分たくさんいるし、ほんで全テレビも全部チェックしてるから、俺があの5時に夢中という番組でプーチンジョーク天気予報っていうのをやってたの。プーチンのピースサインこれですね。プーチンのピースサインはあと2秒で殺すの意味。それではそれの様子。いやいや出たね、しばらく。怖い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 。多分俺それ見られてるなって思った。